はい、皆さんおはようございます。池田です。今日はこれですね。サンタクルーズにつけたこのタイヤ、ルネルスのフリーサーリッチ755エクストラライト、これをついに両方の車輪につけたので、早速いつもの道でレビューをしたいと思います。では行ってみます。ではですね、早速行ってみようと思います。よいしょ。こう見た感じは結構やっぱり細身に見えますね。で、実際に走ると軽い、やっぱり速い走りやったらやっぱりこれつけといたらええんちゃうかなってこう改めて思うっすね。よいしょ。こう草地とか、要するにシクロクロスで走るような場所やったらすげえ安定する。でもう本当にマウンテンって感じじゃなくて、なんていうかな、マウンテンって感じやねんけど、グラベルに近いマウンテンって感じ。ちょうど今草が生えてきて、でもみんなが通るところは草が生えずにっていう感じで、道として非常にいい感じです。で、さっき根っこをこうどんどんと越えたりしてるんですけど、すごい細かいやつ、木の根みたいな 2,3 センチある直径のやつはさすがに感じるんですけど、枝とかですね、小石っていうようなちっちゃい微振動が、なくなったように思います。だからすごいマイルドな感じがしますね。それはやっぱりタイヤの両サイドのあの薄さから生まれる柔らかさが影響してるんじゃないかな。よし。で、今日はさっきの舗装路、このまま行けば。で、舗装路はあのこの特有のブロックのおかげで、なんかですね、ブロック入ってないように感じるんですよね。こういう普通ブロックタイヤってこうボコボコ、ブロックが擦れる音が鳴ったりするんですけど、あんまりならないですね。で、もう一個思ったのが、タイヤが新品なのか、このブロックの特徴なのか今判断が難しいところなんですが、砂がすごい上がってきます。小石がこうブロックに引っかかったりかな、小石をすごい巻き上げてくるような感じがします。まあこれは新品のタイヤやったらよくよくあることなんで、ブロックタイヤのせいか、このブロックパターンのせいかどうかっていうのは分からないですけど、まあ、それが感じてるところですね。舗装路はすごいスムーズです。よし。で、ブレーキも、やっぱりしっかり滑らないなと思います。で、タイヤをひねった時ですね、グリグリっとした時に、
まあ、柔らかい分若干前のマキシスのタイヤよりよじれる感はあるかなと思います。これはまああと空気圧で調節できると思います。よいしょ。では、別のとこ行ってみます。次はこの草地、これをちょっと周回してみようか。草地もすごくグリップ力が高いです。ですんでこう結構倒しても全然滑らずいけるですね。今左回りに結構倒し込んでるんですけど大丈夫ですね。で、S字やってみようか。結構倒すんですけどね、大丈夫ですね。なんかこう、うわっ、すげえどんぐり落ちた。倒し込むんですけど違和感なくグリグリグリとくっついてきてくれる感じですね。さあ、でこういうところのストッピングというかこういうのもすっげえ止まる。よいしょ。だから本当にグラベルから舗装路からこう草地からやったらもう全然余裕、逆に良すぎるぐらいの、性能を発揮してくれてるかなと思います。こういうところやと横が裂けるみたいなのも少ないと思うんで非常に縁じゃないかなと思いますね。よし、このままあの根っこをちょっと、おーす、ええやん、いいです。こっちもなかなか良いですね。では、別のところにもう一個ちょっと気になるところがあるんで行ってみます。定番のコースにやってきました。よいしょ。ここで、今サスペンションのロックをですね解除じゃないロックしてるんですけど、これ今までサスペンションオンやったんですけどロックした途端に加速感が半端なく上がりましたね。さすがそのグラベルロード、グラベルバイクにも対応して作られた、さすがタイヤやなと思って、ギアさすがある時はすごい滑らかなマイルドな感じで、ハードテールとかロックした瞬間にすげえこうビューンっていくような加速感、すごいタイヤがグリップした跡が残ってますね。すげえな。いきます。ヨーホー、イエイ。げグリップ力もすごいと思うんですけどね、これ結構この何気ない砂地でもブリブリブリってこう噛んでくれる感じ。いやギリギリまでこう倒し込んでみるとかいろいろやってみると面白いですね。ここはあのいつも走るパーツを変えたら、必ず来るという地層コースです。いやさっきのやつでちょっと息が上がったですね。まあ、なかなかやっぱり軽で柔らかいっていうのがすごい印象的ですね。あのマウンテンバイクってやっぱりこうオフロード走るんで結構ごついタイヤとかサイドが強いタイヤっていうのはメインで使っとったんですけど、このサイドを薄くしてまで、軽量化して乗り心地を
上げたっていうのはやっぱりちゃんと出てるんじゃないかなと思います。まあ、現時点ではそう感じますね。もうよいしょ、ラッキー。で、あとこういうなんていうかな、土というか砂利というか、こういうところはやっぱりすごい早い、早いっす。まだ山に行けてないんで何とも言い難いところはあるんですけど、舗装路、砂利道含むはかなり最強の部類になるんじゃないでしょうかね。よいしょ。さあ、で、この一直線で終わり。いやー、やっぱりこうパーツを変えた時の具合が分かるように虫が入った。定番コースみたいなのがあるといいですよね。こう変えたらここを走るみたいなのがあったら、その違いがすごくよく分かっていいと思います。このタイヤ痕もですね、なかなかきっちりいくねこれ砂が柔らかいんかな、砂地やからかな。なんかすごいぐっと掴んでる気がする。今後が楽しみですね。はい、ということで走ってきました。このルレルスのセンターリッチで、デビューライドやったんですけど、非常にあのサスペンションオンにした時はあのマイルド感が、凄まじいものが出てですね、あのロックして走った時、まあ、おそらくハードテールとか太いタイヤが入るグラベルロードで、使う時はやっぱりこうタイヤの側面のこの柔らかさですね、めっちゃ柔らかいんですよ。これ2気圧でこんなにふにゃふにゃするっていうのがあって、本当にデコボコした振動とかはきっちり吸収してくれると。でスイッチバックヒルっていうタイヤを使ってる時、ルネルスのスイッチバックヒルも同じような感覚があったんですけど、ブロックがさほど高くなくても、そのタイヤの柔らかいのがこうデコボコしてるこういうところをですね、ベタッとこうくっつけて推進力に変えてるみたいな、そんな感覚がありましたね。だからタイヤが硬いとこうスーッといくんですけど、ベタッとこうくっついて、くっついてというかこう地面をつかむような、そういうなんか感覚があるなと思いました。ただその掴むんだけども軽いっていうねちょっとなんと矛盾してるんで何とも難しい表現ですけど、そういうのがあった、タイヤです。でやっぱりトレイルはまだ行ってないので、今後トレイルもちょっと行ってですね、このタイヤの特徴をですねまた掴んで、いければなと思います。あとこの見た目もだいぶサイドがですね、この薄いスキン色になると変わったので、これもまた見た目のチェンジにもポイントいいんかなと思いました。はい、ということで今回はルネルスセンターリッチタイヤを前後装着してみて、砂利道、草地、グラベルというのを走ってみた感想でした。どうもご視聴ありがとうございました。